Cチャンネル。どうも皆さん、CチャンネルのCちゃんと申します。よろしくお願いいたします。さあ、ということでね、最近も、また何度も言いますけどね、すごく気温の変化が激しくて、最近はもう昨日とかなんて一気にめちゃくちゃ寒くなって、急に冬物をバーってなんだ、タンスから出してさ、今日ニット着てきましたよ。さあ、ということでね、本日もリアクションしていくんですが、本日、リアクションするまずチャンネル名、まずはね、STONES! さあ、STONESさんね、これね、今日リアクションする動画はね、TOKIA がね、インスタでストーリーで上がってて、すごいテンション上がってたよね。いやもう、あ、これ出たんだ、見てみたいなこと、俺一瞬見たんですよ。そうなんです。そうね、この曲自体はリアクションしたことあるんです。そうですね。はい、STONESWhip That From Live DVD Blu-ray Vibes ゴブゴブフェスティバル2024。これはだからゴブゴブフェスティバルの、まあ、Whip That ってことで。そうですね、はい、今度10月の16日もう来週ですね、はい、この撮影日からで言うと来週ですけど、うん、10月の16日に発売される Vibes の DVD の特典として、うん、このゴブゴブフェスのライブの様子が入ってるんですよね。おーおーおー、 Vibes の DVD がさ、全部そんな入れちゃうって感じだね。そうですね、すごいね、あらゆるそのとこで歌ったこの STONESのものも入ってるんだ。そうですね、すごい豪華な。じゃあもうこのバイブスから、今日は Whip That とリアクションしていこうと思います。 C チャンネル。今日は STONESの Whip That from Live DVD バイブスゴブゴブフェスティバル2024の様子をリアクションしていこうと思います。おお、もう早速北斗くんのシャウト。そうですね。なんつってんだ。おいしゃ。うわあ、慎太郎くんめちゃめちゃマッチョだね。そうですね。なんかさ、慎太郎くん今日は今朝のニュースでも見たけどさ、なんかボクシングのね、そうですね、役柄でさ、はい、もうこの時から体作りもしてたんだきっとね。そうですね。今ね、ドリームボーイズって言って、はいはいはい、まあ、いわゆるここの事務所のなんか伝統的な舞台なんですよ。確かに主役がだからストーンズ慎太郎くんと、もう一人スノーマンの渡辺翔太くんが、はい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 、一緒に行って、今コーチくんも主演してる舞台もあれば、すごいね。キョモが主演してる舞台もあるし、アモはもうこの間もアートプットで見たけど忙しいね。忙しすぎますね。もう京本大我としてもみたいな、すごいわ。なんかこれ雨降ってたのかな。そうですね。ああ、またこれいいね、雨降ってんのか。ああいいね、フェスって雨関係ないよね。てかむしろフェスって雨が降ったらより一層盛り上がる。うん、これ あるよね。髪がこうなっててもかっこいいよ。いいね、ハマちゃんのあの絵のスタンプいいわ。うわ、滑るって危な、怖っ。結構さ、前もなんかのこのフェスでの映像で思ったけど、6人が一緒にこういう風に動くってさ、なかなかないよね。ない。普通散らばるじゃん、はいはいはい、何人かで、まあ3-3とかね、で1人がいたりとか、6人が一緒に動くってさ、結構嬉しいよね、うん、うわすごい、後ろの関係者が見える。とかジュリー立ってるとか危なくね。柵の向こう側じゃん。これなんかコメント欄であるんですけど、ジュリーが一番端の危ない位置で身を乗り出してラップしてる理由は、その向こうにアーティストの姿は見えないけど音だけ聞けるゾーン、おー、あとで追加で設けられた席があって、そこのファンに向かってこうやってるんですよ。おなんてファン思いな。熱いな、俺のジュリーはやっぱり素晴らしいよ。すげえかっけえな、キョモこの下立ってる感じ。キョモのノリってもうなんか分かってきたね、いろいろ見てると。キョモって大体もうこの辺になんかあるね、こうね、やっぱすごいいいよね、脱力感があるよね、キョモって、うん、そうか、これいわゆるゴムゴムフェイスだから、ストタン以外もたくさんいるわけだ。そうですね、そうだね。いわゆるこうやっぱこう、まあホームといいますかアウェイというか、こういうフェスっていうのはやっぱ新しいファンをこうね掴むチャンスというか、そういう感じでこうやっぱ勝負に出てる感があるよね。かっけえ、今の髪かき上げるとこ。慎太郎くんマジでいい体してんの、いいね。
コーチ君の首にしたやつもいいの。こういうさ、声のさ、って合うやつあんじゃん。ボコーダーみたいなやつ。うん。これってもう生でもできるんだ、生のライブでも。そうです、そのメンバーのマイクにそのエフェクターをかましてやってる。あー、そう、これすごいいいよね、かっこいいな。いやー、いいね。わー、まさかのジュリはしゃがみ。やば、今のこのチェシーのこの上腕二頭筋中山筋肉じゃん。色白いんだね、結構ね。いやー、白いですよ ね。このダンス、こんなんあったか。そっか、いや、ここはだから毎回ライブになるとアドリブになるんですよ。一列であの、あ、そうです、前のやつとかは。そうか、やったりとか。ジェシーさんが決めるんだっけか。そうです、基本的にジェシーさんが。それでなんか誰かがこの間違う人が行けみたいな、ね、そうです、そうです。僕が見に行った公演の時はコーチさんが誕生日だったので、そうか、コーチくんがやったりとか。あー、だって俺マッチなんだろうね、言ってってか、でかいのよ、ジェシーさんは。手足の長さが全然そう、強そう。もったい、あー、あれ、ストーンズってゴブゴブフェス、これ何番目ぐらいなんだってか。この日の出演順は、6に出たうちの5番目。あ、もう完全に取り前じゃん。うん。やっぱさすがやっぱそういうところに持ってくるっていうか、こう来るのがやっぱストーンズの役目みたいな感じなんだね、きっと。このジェシーさんの動きはなかなかスポーツできないとできないぞ。いい、最後の、ウォーって。いやー、素晴らしいですね、やっぱね。ウィップザットね。これ前もあの見させてもらってすごいかっこいい曲だなって思ったんですけど、あ、何度も言うけどこの雨の中っていう、俺すごい好きで、僕ビーズ好きなんですけど、これビーズさんのライブって結構雨降るんですよ。で、雨降るとやっぱね、こう髪の毛も濡れたりして、で、体もちょっとこうやっぱ二の腕とか出てて、ちょっとこう濡れてて筋肉とかがより際立つ、そして歌もよりなんかこう際立って見えるというかね、そういうのがちょっとかっこよさが、よりこのゴブゴブフェスティバル、雨降ってでありがとうみたいな感じ。あとしかもバイブスでやっぱさ、このそのやっぱライブ DVD っていうか、そういうのってやっぱ室内多いじゃないですか。そうですね、まあドームとか屋根開いてるとかあるかもしれないけど、だからこういうので野外のこうステージが見れる、こうやっぱ DVD とかって結構いいよね。いいですね、いろんなところで歌ってるものが見れるっていうのはまたこうやっぱ得というか、うん、もう非常にね、やっぱかっこいいストーンズがたくさん見れるこのバイブスライブの DVD なのかなと思いました。本日リアクションしたのは SixTONES Whip That From Live DVD Blu-ray Vibes ゴブゴブフェスティバル2024での様子でした。ぜひともまだまだ見てない人は、このね、見てね、このぜひともこの雨に打たれながら、この皆さんを盛り上げるこのかっこいい SixTONES を皆さん見てほしいなと思います。よろしくお願いします。そしてまだまだこのストタンで、C チャンネル、チャンネル登録しないと、このあなた、ぜひともチャンネル登録、そしてね、コメントも、いつもね、コメントもね、たくさんありがとうございます。まだまだコメントお待ちしております。グッド評価、高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイ。 C チャンネル、ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。